さん、おはようございます。ただいまの牛の開始等の時刻は2020年4月11日土曜日の午前10時54分です。本日はなんと牛の開始等で初めての釣り大会が開催されております。開催時間は夕方6時まで、受付は広場前のテントとなっておりますので、どなたもご参加くださいね。では、本日も楽しい一日になりますように。イエーイ、どもり撮るの久しぶりだな。よいしょ。はい、昨日の夜、めっちゃ虫取っていたところです。何位になるかな、これで。よいしょ、違う。こんにちは、ちわ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 。7万くらいにはなるかな。うん、谷商店ようこそ。買い取って。はい、この大量の与那国さんとタガメを。本当はタランチュラが欲しかったんですけど、タランチュラね、全然出ないんですよね。もう全然出ないから、もう与那国さん狙おうと思って与那国さんでやってます。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと、はい、じゃあ合計8万5千ミリでのお買い取りでいかがでしょうか。まあまあまあいいでしょう。ありがとうございました、ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。なんかいいの売ってる。あー、燻製、観葉植物。なるほどね。観葉植物買っとこうかな。山ドリヤシ。金瓶が切れない物勝ちですよ。1200ベル。じゃあ買っちゃいます。イエーイ。ほい。釣り大会ね、どんな感じなんだろう。やっぱでかい、でかい魚釣ればいいのかなって思ってるんだけど、あれなんですよね、今回魚の大きさ測る機能がなかった気がするから、違うのかな。ちょ、竿を持ってこないと。お、入れる。ジャスティンさん、ウェブ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日、牛の子愛称の釣り大会のホストをやらせてもらうから、よろしく。それから釣り大会、ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるから、ガンガン参加してくるよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内に、できるだけたくさんの魚を釣ってね。あー、なるほど、そういう感じなんだ。釣った魚の数に応じて、ポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら、俺がプロデュースした魚グッズと交換できるから、ガンガンチャレンジしてくるよな。ちなみに釣った魚は、そのテントの下のクーラーボックスに貼るシステムになってるからね。つまり、釣り竿1本あれば持ち物の味とかが気にすることなくいつも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど、釣り大会に参加しちゃう？今日初めての人は参加し無料だよ。じゃあ参加します。竿の耐久力とか大丈夫なのかな。先生、今から3分測るから魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたらボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。おい、釣り大会スタート。急げ急げ、魚魚いた。よいしょ。うわー、いきなり無視された。あー、ここじゃない。ここ来い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 。まだ違う、まだここです。はい、卵。おい、嘘だろ。おい、マジか、卵ダメなのかよ。これき、これ罠じゃん、ひどいよ。お、グッピーを釣り上げた。グッピーって僕今まで釣ったことあったっけ。何に初めての魚じゃないのか。あれなんか卵っぽいな、怖い。あー、チーフ邪魔。魚、海釣りの方がいいかな。やった。えい。ちっちゃいのばっかだな、僕さっきから釣ってるの。早向きよ、早。1、2、あー、しまった、違う。魚。あ、いたいたいた。焦っちゃった。
ち向いて。くそ、全然こっち向かねえ。はい、1、2、おい、来た、アジだ。せめてあともう一匹、そして今いい。これは、あ、でも卵かな、これ早くですね。1、2、3、おー、イカだ。よし、とりあえず3匹以上釣れた。他は他は、あともう30秒ないじゃん。魚、いねえ、全然魚いない。マジでいないんだけど、嘘でしょ。3匹しか釣れない。マジでいないんだけど、ちょっと、魚いないんだけど。あ、マレージ来た。何、釣り大会のマレージ？あった、エンジョイ釣り大会。春夏秋冬各シーズンに開催される釣り大会にぜひご参加ください。ただも、各季節初めての参加の際に参加賞として、タラチ会の釣りマイルを申請します。あ、なるほどね。はい。全然釣れなかった。はい、釣ってきましたよ。ブベー、お疲れ様ー。魚たくさん釣れたかな。中華チャレンジ中に釣った魚テントでしたらクールランボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら、俺が全部買ってるから教えてね。まあ、とにかく、次に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クールランボックスに入った魚の数は全部で3匹。あ、3匹以上だからボーナスをもらえるねー。俺と5ポイント獲得だよ。ベー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 、上がる。はい。ちなみに獲得したポイントは、勝手に金の手持ちポイントを出して溜まっていくシステムだからね。ポイントが溜まってたら、豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。なるほど。ポイントを、全部連携出してもらうし、また効果でちょうだい。クラボコスって？クラボコスや君が参加したチャレンジずつ魚が入ってるよ。そこでテントの下にあるから確認してくれよな。おい、あ、本当だ、入ってる。あれ、ポイント交換がうんぬんって話は？あ、空になったらチャレンジできるんだ。あ、なるほどね。ちょっと待って、グッピーとりあえず受け取って、あとはもう買い取ってください。買い取って、はい、全部売ります。はい、チャレンジします。釣り大会、他のこと、ああ、高額査定もやってるんだ。ポイント交換して、あ、10ポイント以上、あー、そうですか。じゃあ参加頑張ります。はい、参加します。おー、500ベル、まあまあいいでしょ。はい、どうぞ。はい、行くぜー。これは魚か。まだほぼこれ何、もう一回買うか。まず一匹、あー、邪魔すぎる。いたいた、ちっちゃいのばっかだな、なんか。はい、またウイカーか。
きることならそれなりに高い魚が欲しい。参加費の足しにしたいから。はい。おい。これは？土壌か。はい、早速3匹。いい調子。おー、なんかでかいのおるぞ。でかいのおるけど、これ、ほんまに魚か、卵じゃないやろうな。えち。おい。おー、ブラックバス。いいね。おい。いない。よし、5匹目。いい調子。なんかいる。よし、ブラックボス。決定あと30秒。ほら、固まりすぎやろ。もうちょっと離れてやった方がいいと思うよ。釣り糸絡むよ。あともう20秒しかない。あ、いたいた。あとせめてこいつだけでも釣りたい。おい。どうしよう。もう、ダメか。いや、でも7匹。結構釣った。これはいいんじゃないか。いっぱい釣ったよ。あ、違う。パチンコ。おい。魚たくさん釣ったよ。うん。クーラーボックスに入った魚の数は全部で7匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、9ポイント獲得だよ。じゃあ獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイント出して溜まっていくシステムだからね。聞いた。うん。いや、10ポイント溜まったから多分、交換できるんだよね。うん。勝ててください。はい。3600。お金稼ぎにもなるな、この大会。はい。ポイント交換できますか？はい。14ポイントだよ。オッケー！ 10 ポイント使って商品と交換するぜ。はい。リュック？俺がプロデュース魚グッズ、フィッシングバッグをプレゼント。釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。これはもうどんどんやるっきゃないね。これ何？こういう感じ。ちょっと可愛い顔。なんかもうちょっとアウトドアな格好ができ、格好してたら似合うかな。参加します。どんどん参加していきますよ。ちょっと待ってね。まず竿に交換して。ひでさん。わらてむこさん、おはようございます。本日はどのようなご相談でしょうか。島の評判、今どんな感じですか。うちの会社の評判を教えになりたいのですね。現在のうちの会社の評判は、二つ星。まだ二つ星か。最近注目度が増してきて、まだになりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと。北沼的には追加がきれいに作ってもらえたなら、たくさんの注目が見たいものを出す。誰だろう。今のこの島で誕生した場合、もう一注目足りない、といった印象づら。とのことです。前回の集計で評価しますと、島の、自然環境が良くなっていたら声が多く見られました。
まだ改善すべき点もありますので、現状に満足せず、島の自然環境の向上に引き続きご協力お願いします。まあ、お花植えろってことですよね。そう、今植えてる途中なんですよね。いっぱい植え、さっさと増やさないとな。